ジャングル大西。どうもー、ふぅー、イエーイ、よろしくお願いしますね。僕はまともな芸人なんで、ちゃんと見てください、よろしくお願いします。ということでね、皆さん、僕見ての通りヒョウ柄が大好きでして、今から歌やアーティストに出てくるヒョウを今日もどんどんアピールしていきたいと思います。題して、さりげなくヒョウアピールセットシート拍手。いいよ、勢いで乗り切るよ、今日はもう勢いだけで、勢いだけでいくね。じゃあまず、はい、まあ初めての方もね、いっぱいいると思うんで、まず早速いきたいと思います。こちら、ウルフルズさんのガッツだぜ、この歌に出てくるヒョウを今からアピールしたいと思います。それでは、いきます、ミュージックスタート。ガッツだぜ、パワフル魂、ガッツだぜ、酸いも甘いも、ガッツだぜ、ドゥザード根性、男は汗かいてベソかいてヒュー。俺はこの空気好きだぜ、いいぜ。いいよいいよ、こんな感じでですね、どんどん歌に出てくるヒョウをアピールしたいと、思います。いいですか、大丈夫ですか。いいね、じゃあ次いくよ。ポルノグラフィティさんのアポロ、これもね、いい歌なんで、まあどこにヒョウが出てくるか皆さん予想しながら見ていただきたいなと思います。いいですか、あと2分の我慢でお願いします。いきます、ミュージックスタート。僕らの生まれてくるずっとずっと前にはヒョウ。いいよ、やるからね、俺はこんな空気でもネタやるからね。まあ僕のネタはね、ちなみになんですけど、すぐここで笑えるっていうネタじゃないですよね。じわじわ系なんで、僕のネタを見た、まあ個人差によるんですけど、僕のネタを見た3日後が一番面白いって言うんで、3日後楽しみにしててくださいね。いいですか、いいですか。そんな笑ってたら3日後死にますよ、笑い死にますよ。ここでそんなわけ言ったらいいですか。じゃあ次ね、次こちら、柴崎コウね、柴崎コウさんね、いい歌多いですからね。柴崎コウさんにね、票が出てきますよ。柴崎、柴崎ヒョウ。どうすか、こういうのは名前に出てくるパターンもね、あったんでね、大丈夫、もう次最後だからね、みんな我慢してね。次ね、最後、はい、最後はね、こちら、夏川りみさんの「なだそうそう」ね、いい歌ですね。この歌をね、今から僕が最後歌いますんで、皆さん、もうどこに出てくるか分かると思うんですよ、「なだそうそう」ですから、どこに出てくるか分かると思います。最後、皆さんと一緒に終わりたいんで、こうヒョウのポーズね、出てくるなと思ったところでヒョウのポーズして終わりたいなと思います。なんで、手拍子しながら、どこに出てくるかなと思いながら、ね、見ていただきたいと思います。それではいきます、ミュージックスタート。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた、いつもいつも胸の中、励ましてくれる人よ、晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠く合せても面影探してくるよ、よみがえる日はなだそうそう。すいません、うちの表気まぐれなもので出てきませんでした。イラッとした方、はい、みんなイラッとしたそうなんでね、この辺で終わってきます。どうもありがとう、ありがとうございました。